おはようございます。初見です、えー。2023年10月24日火曜日、朝7時16分ですね。えー、ノープランです。まあ、いずれは話すつもりではいたけど、まあ、今日とは決めてなくて、えー、15分20分ぐらい前に、まあ、全部話そうって決めて、えー、ちょっと、 スクショを整理していた感じですね。えー、アンドンの運営がしたこと、えー、不誠術極まりない多様の数々を、えー、晒していくれいいのかな俺が晒すの好きとかなんか言われてくるけどさ。うん、で、えー、まず何の話からしゃ、あー、まず、ちょちょ、ビジェムうるさいから、まずは、あ,あの、バイオヘイユーキー。 元の名前、ユウキだと、バイオヘイユウキで、性転換して今 M、今、M3 イっていうのかな ?M3 イユーキの件は、今日はいいや。あのー、興味あるんだったら、言うけど、まあ、みんな興味なかったら別にいいや。ただ、あいつは犯罪者で、脱税ね、犯罪者で、で、ポケッカー、高額悪質転売屋でもある。ってだけね。うん、今日、あいつの話はとりあえずいいや。 まあ、それきっかけではあるけど、それきっかけではあるけど、あいつとは、まあ、今日の話はそんな関係ない。うん。今日はアンドンの運営の話。えー、まずね、えー、俺がクリエイターをやってたっていうのはみんな知ってるはずなんだよ。まあ、良くも悪くも、アンドンでは知名度だけはあるんだよね、俺、初見は。うーん、まあ、悪名は無名に勝るってことでね。 まあ悪いことしてないよ。してないけど、暴言は言ったよ。言ったけど、それはね、あの、勇気と関係してるから今日は説明しないけど、興味あったら説明するよ。興味あったらいずれ動画出すけど、今日はそれはとりあえずいいや。今日、まあ、もう,もう説明すれば。どこから説明しよう。まずは、えー、っとね、特典押して、クリエイタープログラムってのがあるのね。で、ほとんどの人はやってないと思うんだよ。クリエイター以外はね。うん。 クリエイター、まあ、俺が知ってるクリエイターで一番有名なのがうっかりさん。まあみんな多分うっかりさんの動画見てると思うんだよ。うっかりさんすっげえ頻繁にあの動画出してるし、うん、でなんでクリエイターはクリエイターをやってるかってうと俺最初クリエイターはやるつもりなかったんだよね。最初俺ツイッターとかやっててただ情報公開情報共有のために運営がくっそ不親切で何にも言わないから。 ただただ情報共有のためだけに Twitter をやってその後になんかクリエイタープログラムがあるから参加しようってなってそしたら報酬が結構いいんだよね、うん、でそれも後で見せるんだけどじゃ <coughs> とりあえず見せるわ、えー、今すぐ参加って押すと、まあ、そのログインできるので、ね、右上でなんか登録みたいなことができてちょっと読んでいこうかクリエイター特典、えー、私たちはあらゆるジャンルでユニークかつ創造的なコンテンツクリエイターを求めています書きは特典の一例です えー、マーケティング面でのサポートチャンスない。<laughs> ないね、これ。俺、え、が、ー、ただなんかツ、ツイートをリツイートしてくれ,くれるぐらい今だとツイートじゃなくて、なんつうんだ、ポストをリポストしているぐらいめんどくせえな、あのイーロン・マスクに改名しやがって。絶対ツイッターの方が X より言いやすいだろ。X ってなんやねん。X 面か。で、ゲームの最新情報を先行公開、公式からプロモーションして。これないね。うん。 ゲーム内のお得な限定アイテム。これはある。あるけど、クソ。プログラム参加の謝礼として特別仕様のギフト。これは、まあ、なくはないか。なんか俺は持ってるんだけど、あのー、後で見せろ、えー。ディスコードのプライベートサーバーへのアクセス。これあったね。これはある。アンドン公式チャンネルからの宣伝サーポート。公式チャンネルっていうか <laughs>、そもそも YouTube チャンネルやってねえだろ、お前ら。うん、あのー、6月14日に明日リリースしますよぐらいの、 生配信とは言うけど、録画配信してただけね。でクリエイターハブの参加クリエイターの皆さんにメリットを保証するものではありません、えー。適切な報酬とサポートをご提供できるよう最善を尽くしますが、レベルインフィニットが状況に応じて常に判断するものであるため、時間の経過と,とともに内容が変化される可能性があります。うん、いいわけね。うん、報酬は、えー、保証しませんという言い訳ですね。ですねじゃなくていいや。なんか今日の口とデスじゃなくていい あ俺のメール出てるけどいいや。<laughs> 別にあの迷惑メールとか送りたい人、じゃんじゃん送れ。あの、一人一人ブロックするからめんどくせえし。で、えー、ちっちゃいな、これ。ゲーム内からみんなちっちゃいから。まあまあ、一応ゲーム内からでもいるよ。あとで、あの、クロムから見れるけどさ。まずはみんなが一番知らないクリエイターコードの話ね。クリエイターコードの使い方、はい、見ていきましょう。 ちょっと時間かかるけど、あのー、ここの説明めんどくせえなっていう人は、あの動画後で飛ばしてね、えー。クリエイターコードの使い方。クリエイターコードの概要、クリエイターコードはクリエイタープログラム内で使用する。こういうのコードです。クリエイターコードはプログラムに参加している間、有効となります。うん。あ、いいや、なんか俺が説明する。めんどくさ。俺もめんどくさくないっクリエイターコードは何かっていうと、俺も以前、ワルチャで出してたじゃん。 あのクレーターコードで、初見 SYOKEN って入れると、えー、シルバーとか、えーと、タクティカルギア、あと,、えー、と、限定アバター、アバターっつっても、大したもんじゃないよ。ケンガローハットがもらえるっ,つって感じで、バルチャーで俺が、まあ、出してたよね。まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、でまあ、みんなに感謝されてたのよ。まあ みんな無料でそのシルバーとかもらえてっていう感じなんだけど、クリエイターとして、まあ俺らとして、俺らっていうか俺は、まあ一個まず訂正職人。俺は公認、公式クリエイターになった覚えなんて一回もない。まあ運営からすると、このクリエイタープログラムに参加してるやつはみんな公認っていうことね。公式って言わてね。<laughs> 知らねえよ、そんなもん。うん。で、俺は一回も自分が公式公認クリエイターって言ったことはない。 で、えー、クリエイター側のメリットは何かというと、例えばみんながその、証券って入れてくれてたじゃん。で、俺のメリットとしては何かというと、初見っていうコードを入れると、みんなのアカウントが俺とバインドされるんだね。これバインドってあるでしょ。バインドされて、で、バインドされたユーザーが2週間以内に課金した額の5%が俺に入るの。あの手数料とかはあるけど、それはもうビーあるものよ。だから例えばよ、極端な話、まるくんが、 2000万円を課金しました。じゃあその5%はいくらっていうと、2000円かける5%でしょ。まず00ゼロゼロ抜いて20でしょ。20かける5なので100万です。2000万の5%は100万です。なので、○く君がもし俺に、俺の,そのクリエイターコードを使ってくれて、で、2000万課金したとします。そうすると、2週間の間にね、あのバインドされた2週間の間。 えー、2000万課金します、そうすると5%、つまりは100万円、まあ、基本、内部の換算はどれで換算されてるんだけど、えー、100万円、俺に入ります。あの100万円は、えー、先月からちょっと変わったんだけど、もともとは現金報酬でしか引き出せなくて、先月からは RC として出せるのね、だからこそ、なんか俺のもらってない分の報酬を RC にしますとか言ってるんだけど、メールで、いや、なんでっていう、いや、RC いらんねえよって言って、現金のほいが、もうやんねえし、このゲーム。 うん、っていう感じでね。で、えーまあ、話戻す。まるくんが2000万円課金したとして5%俺に入る。つまり100万俺に入る。で、まっ、あ、すぐじゃなくて、そのクリエイターコードって有効の時間があるんだ。例えば今やってなくて、ちょっと見,れ見る、ね。今やってるイベントタスクっていうのが、まあ、この2つね。島の冒険とか、アンドン前線レポーターっていうなあのクリエイターの人がね、ツイートしてハッシュタグ入れてるじゃん。ありえないンドンとか。 ちょっと話しそろえるけど、まずこれ見てみるね。例えば、アンドン前線にレポーターって毎月やってんのよ。例えば10月15から10月11月15でしょ。で、この前は9月15から10月15だったのよ。で、これの報酬は何かって言うと、これはあの報酬されてるものではなくて、例えば、俺はまあ持ってるやつあんのよ。えーっと、まあまあこれね。 審査の基準とか。まあ、基準はいいや。うん、で、えー、月次報酬、月次報酬、どっちかわかんない。えー、なんだけど、まあ、審査され、審査して、結果、じゃあ、A、伝説長ってなった人は、名前付き限定アバターと RC6000 ね。RC6000 っていくらぐらいうーん、いや、めんまあ、6000ね。何万円かする。まあ、 あのねこのねこ RC って運営からしたら1円の価値もないのよ。だって運営、金出さないから。ただ、あのゲームの内部データいじるだけ。だから RC、RC6000 でしょ、これ。6000万だとして運営は痛くないの。だって、運営、何も出さないから。別に運営が金払って RC を作り出してるわけじゃないからね。内部データだから。うん、で、B、えー、卓越書5名。夜明けの光セット。あ、これ俺持ってるわ。これ俺多分、なったんだ。うん。いつしかね。 なってて4,500あももらったよ。夜明けの光セット持ってるあの、アバターでね。し聖書10名。ある3,000。ファンへのパックプレゼント。これ俺は、俺は、俺は B 賞だったからこれはもらったことないよ、うん。なんかあるのよ。あの、このパックプレゼントって何かっつうと、あギフトコードは100個もらえんで、Twitter とかでその100個貼れば、まあファン増えるじゃんっていう感じ で、理優秀賞 RC1500。ゲーム、名前をゲーム内の黎明、えー、同行者記念の書に記載。これどこにあるかっつうと、まあまあみんな興味あるんだったられで、まあないでしょ。いいや。興味あったら聞いて。あの、話すから。どうでもいいで,もで。最後、クリエイター賞ね。えー、RC500。名前をゲーム内の黎明同行者記念の書に記載。まあ、どうでもいいよ。ここの報酬なんて確かにないよ、正直。RC6000 だとしてもね。で、次報酬見ていくよ。で、俺の場合は、 まずはゲーム報酬見せた方が早いかな。ゲーム報酬で、えー、っと、俺はね、108項目ある。で、まあ、俺のツイッターとか見てくれてる人はわかると思うんだけど、弾薬箱無限にあるじゃん。あの、これでもらってる。ちょっとだけ紹介するね。まず最初の頃のこれ。現金報酬表示エラーの保証。1750RC。これ何かっていうと、運営がクソバカで。あのね、この報酬あるじゃん報酬ね。 現金の方ね現金だって、くせえな、もう使いにくいな。プログラミング下手かよ。バウンティータうん、ちょっとあちょっと、これだ。データコードで見てわかりやすいんだけど、例えば、えー、と8月分のね、これ、577.26ドルなんだよ。アメリカドルあるじゃん。これの表示がおかしかったらしくてね、あの7月のが。 俺は参加してないんだ,人がだからゼロなのね。で、その表示がおかしかったらしくて、クリエイタープログラムに参加してる人全員、あのもうそのやってるかやってないか関係なく、ただプリエイタークリエイタープログラムに入ってさえいればもらえた報酬。うん、これはうまかったね。何にもしないのにもらった。まあ別に上からしたら1円も出さないしね。 ただ内部データ、ちょ、ちょっといじって、1750RC 作り出すだけ。で、次に、これはまあ、8月、7月ものか。マンスリーリワード、RC1500 とか、ね、ありますよね。ありますね。あるよね。うん。なんだろう、もう今日の苦調はいいや。このクソに丁寧にする必要ないし。で、あとは、例えば、レイブン成長パックだったかな。レイブンクーポンクソもらえんだよ。レイブン成長パックの中に、確か、 弾薬箱が入っててそれで俺もうもう見せるわじゃあ一回あ見ないといけないかまあいいや見せる弾薬箱ねめちゃくちゃあんだよアみたい <noise> えもうこれ全部弾薬箱全部弾薬箱もう弾薬箱無限弾薬箱なんて作るもんじゃないもらうもん いやもう最終までもう,もう使んじゃねえぐらいの弾薬箱を持ってるよ。うん。うん。でも、バッグにもいっぱい入ってるよ。大量。大量、大、はい、じゃあ、あ、もう見づらいからいいや。あのー、こっちでいいや。あっちクソ見づれで、うん。で、えー、でこれがね、あのー、クリエイターやるメリットなのよ。 お金がもらえるという、現金がもらえるっていう。うん。で、次に、前はなかったんだけど、現金報酬っていうのが今、あの、RC に交換できるんだよ。これ、これ、これ。あの、8月の半ばぐらいからかな出てきて、その、現金報酬ここかな報酬ってところで、う、え、ん、ー、現金だ。 ここでできんのよほら。現金を引き出すっていうのは、もう、もう、も玉や。ゲン玉を口座に引き出す。まあとでその引き出した額も見せるし。で、もう一つ、アイテム交換っていうのがあって、アイテム交換っていうのが、その、現金報酬あるじゃんでもまだ、えー、銀行口座に引き出してない場合は、ここにま現金、現金残高っていうのがあって、それを一回 CH に変えられるの。 えっと。何んで出ねえんだよ。さっき言ってたの。スカイズレンな。CH コインはクリエイターハブプラあ、その CH だったの今気づいた。クリエイターハブの略称クションね。CH コインはクリエイターハブプラットフォームで他の種類の報酬と交換するための通貨です。現金保証を引き出すか、現金保証を CH コインに交換し、他の景品と他の商品と、景品か、他の景品と交換することができます。 なで、他の景品っていうのが、これね、あるし。で、まあ、一回計算したのよ。基本的には、あのー、ゲーム内でチャージするのと同じぐらいの額。例えばゲーム内だと、めんどくさい例えばゲーム内のチャージの場合は、 まあ、1万2800円チャージすると、4500RC プラス 850RC もらえるんだね。で、まあ、Steam の場合は2万もあったよね。2万円で、いくらか忘れちゃったけど、6000だったかなもっとか。うん、7000だった。まあまあいいや。まあ Steam の場合もっとなんだけど、まあ、それの額とほぼ同じなのよ。だから、その、CreatorHub でもらって、 現金報酬を RC にしても別にその現金化して現金化してからまたチャージしても同じなのよねあの RC に関してはただし俺はもうこのゲームに1円たりとももう課金しないから RC もらってもどうしようもねえのよ上はなんでメールでなんか言ってたじゃんうんとねめんどくせえ めんどくせえ。自分のツイッター出すのめんどくせえ。<laughs> ちょっとねー、今触ると、ちょっと、めんどくさい部分があるから、んあこれでいいや。これで飛べる。あ今何の話したんだっけちょっと待って、ちょっと待って、今何の話うーん。やべ、忘れた。あー、思い出した、思い出した。 えーっとねー、これこれこれ。最新のやつね。さっきツイートしたやつ。うんあれしてないっけあ、そっか。ハイライトにしてないのか。これこれこれ,これ。これだ。これこれ。ね。えー、っと、下らへん、ここだ。 9月1日から9月15日までの収益額が確定された後、同等の価値の RC でお支払いさせていただきます。なんでやねん。お前ら金出さないつもりだろうだから。うん。なんで RC かっつうと、RC って内部データじゃんさっき言ったように。運営からしたら、ちっとも痛くない。RC を俺に100億万くれようとして内部データだから、 俺がゲーム内でめちゃめちゃ課金アイテムを買えるだけで俺にしては俺からしたらメリットあるよただし運営からしたらデメリットはないのよわかる現金保証例えば50万払うとしたら運営は50万円日本円損するじゃんでも RC の場合は1円たりとも損しないのよ運営はねだから返事してやったのよなんでなんで現金じゃなく RC な ?RC いら,らんねえよ現金だっつってね この話は一旦ここまででね。で、まあ、これが、運営の、運営とかあのクリエイターをやるメリットね。だから、俺がこの情報を公開する、この動画を出すにあたって、まあ、あこれでお金もらえるんで、ある交換できるんだってみんなが知るのよ。その運営からしたら、なんかその秘密保守契約とか、秘密保持契約義務とかあるかもしれないけど、知らねえよ。 お前ら違反してるだろうっていうね。なんなら、もう名前出して言うけど、うっかりさん、まあ、みんな知ってると思うけど、うっかりさんは2ヶ月も報酬もらってないです。しかもうっかりさんの場合は、俺とはちょっと違って、俺はあのクソの犯罪者と揉めたじゃん。それでゲーム内で、あの俺が以前封鎖エリアで殺しまくった人たちが根に持って便乗して、俺を通報しまくって、で、まあ、 クリエイターから除外されたじゃん。だから、俺の場合は、ここ見ると分かるんだけど、ここ、ここね。報酬の異常、詳細についてはゲーム管理者にお問い合わせくださいってなってんのよ。ここね、後で見せるけど、ここ577じゃなかったからね、2377ぐらいだったから、なしにされてんのよ。うん。で、うかりさんは、ないのよ、そんなの。その、報酬の異常とか、あのー、揉めてないし、ね。 で、俺の単なる予測なんだけど、額が大きいと、あ、もう、あげないようにしろって多分内部出てんだよ。うっかりさん、俺からしたら多分ね、あの、アンドンで一番頑張ってるクリエイターじゃんクリエイターじゃんみんな知ってると思うけど、めちゃめちゃ動画出してるし、めちゃめちゃ、あの、攻略情報出してるんだよ。で、だから、多分ね、あのー、8月、いや、9月分だ。9月分は、 俺が絶対にう,うっかりさんより勝ってるけど、その他はうっかりさん結構言ってんだよ。少なくとも多分、毎月10万以上はあると,と思うんだよ。現金報酬ね。だから10万超えたら出さないってことで、多分ね、うっかりさんね、2ヶ月分、7月、8月のもらってないんだよ。で、今が9月分の生産で、だからこそ今、俺があのメールとかでやるとしてるのね、1ヶ月以上経っても解決されないけどな。で、 えっと、まあうっかりさんはもらってないんだよ、報酬で、さっきの話を続きね。で、俺がこれを出すことによって、あクリエイターやれば、クリエイタープログラム参加すれば、RC に交換できるんだ。あの、報酬もら、もう一回説明するね。クリエイタープログラムに参加して、クリエイターコードを発行します。クリエイターコードを発行して、クで、今はやってないのよ。イベントタスクで出るんだけど、イベントタスクで、その、通知が出て、 あ、いついつからいついつまでクリエイターコード使えますよっていうのが出んのよ。そのうち。で、その期間中はクリ、今はできなきいけど、その、ないじゃん。僕ここ本来さ、あのー、交換センター以外にも、なんかクリエイターのコード入れるとかあったじゃん。それがイベント期間中だと現れて、それを他の人に入れてもらえば、その人が クリエイターコードを入力してから2週間以内で課金した額の5%がクリエイターに入る。で、それは現金にしてもいいし、今だとね、現金にしてもいいし、RC にしてもいいっていう。だから、俺がこの動画出すにあたって、みんなやるじゃん多分。クリエイターコード例えばだよ、まるくんなんかさ、自分でクリエイターやって、自分のコード入れた方がいいよ。これ、あの、クリエイター、 プログラムのアカウントとゲームアカウントとは完全に別だから全然紐づいてないのよだから〇〇くんは自分の、えー、とクリエイタープログラムに参加してまず、えー、クリエイターコード出すじゃんで自分のクリエイターコードを入力してから2000万課金すると普通に100万円が戻ってくるのようん自分でもできるだからなんならみんなも あの重課金者はね、自分でクリエイターコードに、クリエイターになって、クリエイターコードを発行して、一回自分のクリエイターコードを入力してから課金した方がいいよ。100万課金したとしたら、5万もら戻ってくるから。5%だからね。5万戻ってくんだよ。だから、みんなやりな。うん。このゲーム、差しするけど、それでも課金したいってやつはやった方がいいよ。5%は大きいよ。 重課金者からしたらね、うん不死ってやついるけど、あのバカね、<laughs> あのめちゃめちゃ重課金してクソ弱えやつ、うん。っていう、まあまず、その話ね、うん、でー、ちょっと今ね、うっかりさんから連絡来たのよ。 名前出すのは待ってください。一定、一応規定で報酬について他の人に明かしてはいけないことになってるので、なってるのってなってるけど、俺はもう出すよ。あのー、今撮ってるじゃん動画撮った後に、うっかりさんに報告するよ。<laughs> うん。まあもう、俺はどうせ悪者だから、別に何でもいいよ。あの、運営が、あのー、訴えるつんだったらいいよ、別に。<laughs> そんな、 日本の法律は甘くないからね、うん。で、これからが本題なんだけど、まあ、クリエイターに関して、まあ、みんなもう分かってね。その仕組みとか、うん。で、次、運営がやったことは何かっていうと、まずこれ見てほしいんだけど、えー、俺が勇気と揉めた後の話ね。で、これ、クリエイター、クリエイターって書いてあるでしょ、左上に。これ 俺がまあクリエイターのディスコに参加して、で、いろいろ、そこのスクショめんどくいから撮ってないんだけど、運営対応してくださいっていう、銀行口座登録できませんみたいな話をしたのよ。で、何日経っても返事もないし、うん。で、俺が言ったのよ、ここね。 えー、運営多分全員日本語ができる中国人だよ。自分中、日中バイリンガルだけど、俺がね、あの日本語、中国語、どっちも母国語,母国語で喋れるから。で偏見じゃなくて、偏見じゃないって言ってんだよ。しかも全員って言ってないんだよ。偏見じゃなくて中国人は仕事が適当な人が多い。えー、このディスコもほぼ機能してないしさ。このディスコを機能してないっていうのが運営は対応してないの。このディスコってあのクリエイターが <laughs> いっぱい入ってるんだけど、 クリエイターがなんかゲームの問題とか提示するのよ、ここで。で、言ったとしても処理しないし返事も何にもないのよ。ここ重要ね。返事も何もないのよ。で、誰だっけあの、名前も出せねえクソメンいなやつうーん。ちょっとブロックしちゃったから見えな、ね、いめんどくせい。うーん。いるのよ。こいつが名前出せねえやつがいたのよ。 ちょっと隠れてるの分かんないけど、まああのー、なんか人種差別的なは発言はやめておいた方がいいと思いますよみたいなことを言ってんだよで。それに対してね、あのクソのペロ、ゴキブリ、茶羽根ゴキノスケが俺に聞いたんだけど、ペロさん何やったんですかっていう <laughs> やってるよいろいろ。これに対して賛同してるんだよ。クソのペロが。あのキモいペロがね。うんで 俺は言ったのよ。人種差別ではなく実際に一緒に仕事してますが。俺、中国人とまあ仕事し,したことあるのよ。彼によって、まあ、日本語、中国語教えてて、中国人の生徒もいっぱいいるしっていう、日本語を勉強してるね。うん、で、まあ、要遅刻するしね、うん。で、全然関係ない話だけど、一個言っていい中国人と日本語の考え方の違い、まず、例えば、えー まあ日本人側の話をすると、日本人が中国語を勉強するじゃん。例えば、じゃあ中,中国語教室で、えー、今日レッスンがあります。えー、2時からあります。ただし自分は2時半から2時半に着きました。30分の遅刻です。じゃあ30分遅刻したんで先生30分伸ばしてくれませんかっていうやついないよね。多分。多分といかいないよね。そんな気違いな考え方するやついないよね。でも、中国人は違うんだよ。例えば今日、まあ、同じ話でいいや えー、日本語教室があります。えー、レッスンいきます。2時の約束だったけど2時半に着いちゃいました。30分遅刻しました。先生じゃあ30分伸ばしてください、えー。中国だとまかり通るかもしれない話なんですよ。でも日本人からしたら違うじゃん。その30分は先生がお前のために本来2時から2時半までお前に日本語を教えてた時間じゃん。それをお前が30分遅刻からっつ,つって じゃあ、先生が待ってた、その30分なしにして、30分延長するって、んなわけねえじゃん。ねっていう。そこがまあ、日本人と中国人、うっかりさんまたか言ってる。うん、てか、秘密義務違反で逆に訴えられませんか危なそうですけど、いや、いいよ、うっかりさん、いいって。あのー、この上ね、全員中国人だし、これのために訴えるとかしないよ。うん。 俺、う、えー、っかりの運営が、上がレベルインフィニ,ティあインフィニットで。レベルインフィニットの,あの、レベルインフィニットもう独もう独立でもないか。まあ、一応、会社なんあの単独の会社なんだけど、その上,上がテン,センテンセントゲームズっていう、あの中国の深圳にあるあの会社なんだよ。テンセントゲームズの上がテンセントね。くそ分かりづらいけど。 えーまあ、中国に関してちょっと知識の人があれ、えー、ちょっと知識ある人はわかると思うんだけど、えーえ、中国最大の IT 会社、あの、ファーウェイなんか全然弱小、なんなら今はもうファーウェイだって、中国共産党に目つけられてるからね。だから、一番大きい IT 会社がテンセント。まあ ちょっと話それたけど、ちょっとそれね。テンセントはもともといろんなパクリゲームとかやってて、えー、DNF って何の略だっけダンジョンドラゴンズ、ちっちゃいからな。まあ、いろんなパクリゲーム出してたのよ。出してたけど、そのうち、まあ、パクってるうちにノウハウができて、で、自分でも会社を、会社じゃね、ゲームを作り出して、まあ、いろいろバズったのよ。もちろん、あのゲーム以外にも、テンセントって IT 会社だから、一番、 あのー、大きい商品っていうのが、もともとは QQ っていうのものが中国にあって、まあ、えー、っと、QICQ だっけその、もう多分今の若い子知らないんだけどいや、若いっつっても俺別にそんな年いってないけど、あのー、今の若い子は知らないんだけど、その、めちゃめちゃ、アメリカではなかった気がするんだけど、カナダとかかなめちゃめちゃ有名な、その、LINE とか、まあ、でもスマホが出る以前、 あのー、パソコンで使うチャットツールがあったのよ。それをまずパクって、で、中国ってちょっとネット環境が特殊だから、まあ、バズってっていうか、みんなが使い出して、ユーザー数がめちゃめちゃ多いのよ。多いのよ何億とかね。えー、日本の人口1、1億3000万人じゃん日本、えー、っと中国はその10倍、13億人以上。あのー、今は知らない。最近はまあ日本減ってんじゃない多分日本減って、中国はもう増える一方じゃない まあ、インドの方が超えるっていう話もあるけど、まあまあ、それはどうでもいい。で、えー、もう一つ大きな商品っていうのが WeChat。まあ、LINE みたいなもんだよね。まあ、みんな知ってる人は知ってると思うんだけど、なんか WeChatPay って聞いたことあるアリ Pay とか WeChatPay ね。で、その WeChatPay の WeChat が、まあ、いわゆる中国で使われてる LINE 的なやつ。うん。 全然関係ない話だけど、LINE と Yahoo 合併したね。で、それが一番大元、大きな、大元じゃなくて大きな商品ね。うん、で、そのうちまあ、金ありどうしようってなって、いろいろ商品出してるのよ。IT 関係のね。で、ゲームっていうのは大きな一つの部門で、で、テンセントゲームズっていうのを作ったのよ。あの、グローバル的にね。で、俺はそんな興味ないから見てないんだけど、た、確か、 あれなんだっけあれ。PUBG か。PUBG が、まあ、開発は多分違うんだけど、まあ、今、大元の会社が、テンセントゲームズになってるらしいね。うん、ちょっと見たけど。あと、あれだ。あの、レベルインフィニットで言ったら、ニッケニッケわかんない。これやってないから名前をく。ニッケか。あのね、あの、ちょいちょい言い方考えるね。ちょちょ言い方悪すぎると、あの、ちょ良よくないから。えー、っと、 女のケツを見ながらする TPS。<laughs> この言い方でいいのかな <laughs> あの。あのゲームバズってるね。あのゲームもレベルインフィニットが出してる、まあ。もちろん、アントン管轄のとは別部門だとは思うのよ。うん。だからクソ対応悪いし。で、話続けるね。で、<coughs> でこいつがまた何か言ったんだよ。なんか多分、あのー、公認実況,者実況者としていかがなんですかつって、で、俺が、 公認党自称していないし、運営も公認とは言ってませんけどって言ったのよ。で、イルタさんが、イルタさんは何だろう、その、別に俺に対して批判もしないのよ。だから俺は別にイルタさんに対して何も思ってないよ。なんかムカつかなとは何も思ってないよ。普通に、あのー、何て言うんだろう。正常な思考の人が、あのー、どっちを批判するかとかなく、 ただ、正論言っただけね、えー。ここで口論しても仕方ないですし、日本語も中国語も弾道ということであれば、まず運営サイドに中国語で問題定義してみてはいかがでしょうかって俺に言ったのよ。で、俺は、まあ、こいつね、このブロックしたやつに対して名前も出せねえ。で、こいつの名前、なんかだろう、桜なんとか。桜坂。まあ、まあ、桜がついてたユーザー名なんだよ。あのディスコ内ではね。えー、クリエイターの名前わかんない。ゲーム内の名前もわかんない。で、どっちのサーバーもかわかんない。 だから分かんねえから、名前も出せねえやつが正義ぶるんだね、っつって、あの、皮肉ってのよ。で、これがね、こいつに対して、その、パチパチした人たちね。誰やねん、お前ら。ハチコって誰やねん。まあ、ペロはもう名前が分かりやすいよ。あの、ツイッターの ID は、P がここね。PPPPPPERO。ペロね。あの、ペロ。もうやめてるけど。あ,あ、こいつだ。桜日和だ。これ、こ,これ、これ。 こっちゃんな何か言ってない、ね。それでもあなたの見た中国人は極一部みたいなこと言ってるね。俺全員って言ってねえじゃん。だから。そもそも全員って言ってないじゃん。多いっつってんの。偏見じゃなくて中国人は仕事が適当な人が多いっつってんの。全員とは言ってないの。めんどくせえなこいつで。で、それを言った後にね、すぐだよ。タイムアウト。タイムアウトになりましたっていう。めんどくせえな。出てきたぞ、の情報。 えー、アンドンクリエイターでタイムアウトになりました。タイムアウトは何かというと、これディスコで見た人あんまないよね。あなたはタイムアウトの間、チャット返信、リアクション及びボイスチャンネルへの参加はできません。23時間59分27秒。これ何が起きたかっいうと、えャ、ー、と、ャキン金らったのよ。あの、何にもしないアンドンクリエイターのディスコの運営が何かしたのよ。何もしないくせに。何をしたかっいうと、俺が 中国人は仕事が適当なやつが多いって言ったら、まあ、ムカついたんでしょうね。ムカついた理由分かりやすいのよね。だって正論だからっていう。あの、マジで中国人なのよ。100%とは言わないよ。99.999%。中国人なのよ。だからこれ言わ,言われて、すっげえムカついたんだろうね。偏見じゃなくて、中国人は仕事が適当な人は多いっつって。で、借金食らったのよ。で、その1日後。 あ、これか。これあった全部はここにあったちょっと見るね。えー、人種差別的な発言やめておいた方がいいと思いますよとか。えー、それでもあなたの見た中国人はごくごく一部で、それはあなたかも全員がそうであるような表現。言ってないし、あたかも全員って言ってねえだろ。多いっつってんの。あたかも全員であるような表現をするのもいかがなものかと思います。えー S、最近 SN 上であなたに関する抗議内容が飛び交っている状況というか、お前に何がわかるんだよ、えー。公認クリエイターと、えー、実況者の自覚を持って行動してください。 って名前も出せないやつがね、桜日和とか、そんなユーザーもいなかったでしょそんなクリエイターいないでしょ名前出せや。イルタさんとか、ウッカレさんみたいな、ね。てめえ名前出せねえくせに何出し上がってんので、公認とを受賞してないし、上も公認とは言ってませんけどっつって、イルタさんが正論言った後に、このディスコサーバーに入ってる時点で公,認公式公認ですし、クリエイタークレーブラインにおいて収益も上がってるでしょうから、立派な公認実況者です。何言ってんだよ。 先日、どんどん実況者にも選ばれてると思いますが、これで5人じゃないと言い張るのはもはや意味不明って。お前が意味不明だよ。で、俺がこいつに対して名前も出せないやつが正気ぶるんだねっ、つって。で、ゆうたさんに、ちょっとまあ謝罪したのよ。巻き込んじゃって、っていう意味で。なんか巻き込んじゃってすいませんっ、つって。その後よ。すぐよ。見てみ、時間的に。最後、これ、13時53分でしょ。で、俺この話したのが、あ,あ、前日からか。前日の、 14時。だから前日の2時に、この話にしたのよ。で、ここで、俺は口論だって思ってないよ。俺はこいつに反論してるだけね。で、まあ、この後すぐ、あ、これ時間見れるかな。あ見れんねや。あ時間もスクショしたらよかったまあ、もう、もうここら辺ですぐに、キ金喰らったのよ。ディスコ内でね。ええー、アンドンクリエイター公式ディスコ内で、キ金喰らったのよ。 で、で、これが多分次の日かな借金が終わったんだよ。24時間経って。借金終わった後に、に、まず、もう俺は、ここ、ここ見ると分かりやすいのよ。う、えーんと、これ、んーと、待って待って、ね。あ、これだ。これが、 あの、公認ディスコサーバーのアイコンね。これね、覚えてね。で、もうないのよ。ないのよ。わかるないのよ。追放されたの。公認ディスコだらね。それは、あ,あ、ここにあるわ。で、俺を追放したすぐ後に、これを出したのよ。これは他のクリエイターさんからもらった。 えー、皆様、こんにちは。アンドグレータープログラム運営チームです。何もしねえくせに、俺が、あの中国人は仕事をしねえっていう話、全員じゃないよ。中国人は仕事が適当なやつが多い。まあ、ここでもそんなめんどくせえのが、ちゃんと話、上げ足取られねえようにちゃんと言わないと。えー、したら仕事したのよ。 こちらが。皆なこんにちは。アンドンクリエイタープログラミングアジャムーーです。我々はすべてのプレイヤーが快適にゲームを触れできる環境作りに努めておりません。つまり、つまりてねえだろ、クソが。この度、グーングクリエイターの初見氏がゲーム内外において、えー、公序両俗に反する発言を手続けになったことを確認いたしました。暴言は入ったよ。認めてるし。だけど、お前らがな、そもそも犯罪者容認している時点で、お前らに何が言えんのっていう。初見氏は、5人グクリエイターとしてゲーム内に 警告を受受けけたにも関わらず受けてねね、えよ。あのーね、メールが、スクショ残ってるかな、メールがちょっと来たんだよ。茶勤しますよ、これ以上したらもう一回茶勤しますよ、みたいな。来たのよ。で、他プレイヤーが不快に思う発言を繰り返していたためって、そもそもね、俺、本若でやってなかったの。サブ赤でやってたのに、本若が茶勤食らったの。クソじゃね、マジで。 で、えー、両ルールの違反及び公認クリエイターにふさわしくないと判断し、クリエイタープログラム及び公認実況者から除名することにいたしました。今後もより良い環境づくりに皆様のご協力をよろしくお願いいたします。とか言ってんだよ。編集済み。なんか編集したんだろうね。うん、これがいつだっけあ、日付残ってねえな。これ多分9月16日だね。あとで多分わかるんだけど。多分16日だったはず。うん、で、 中国人は仕事が適当な人が多いって言っただけで、クリエイターのディスコから除外されたの、除名されたのよ。あの、ゲーム内であのクソの月日に暴言吐いたとかっていう理由じゃなくだよ。あの、公式のクリエイターのディスコ内で中国人は仕事が適当な人が多いって言って除外されたのよ、実は。 こういう理由じゃなくてね。まあ、みんなわかるでしょこれ見て。で、今は違うじゃん。ちょっと待って、また一回見てね。潜在的な報酬すべて。2235ドルね。一番多い時はどれかなここら辺にあるのか。これが一番多いんだ。2314。が、まあ、本来の報酬だったのよ。まあ、一旦、一旦見せるね。なんだけど、出て見てのこれ9月20日でしょ 9月20日にスクショしたやつね、<coughs> 2314.87ドルあ,るんあったんだけど、10月23日、昨日だ。昨日スクショしたやつだと、もうないのよ。577.26何かっていうと、これ、8月分のね、これ上,上と下見てね、577.26ね、577.26。だから、9月分のごっそりなしにされてるのよ。で、 いくらかっつうと、トータル35万なのね。これ見て。237、もう、小数点はもう省いたね。2377、2377ドルはいくらかっつうと、日本円にして30、まあもう、ここはもう、もう36万で、ね、よくねなんかめんどくさいから。36万ね。36万ぐらいなのよ。まだ何も食ってねえから、花立ったな。36万なんだけど、で、俺がもらった額はこんだけ。これはもう請求できてもらったのよ。 ちょっと待って。あった、これ、これ、これ。ここね。プロ、何ん、んていうのこれ。プロキシマ <laughs> プロキシマベータ、PT。わかんない。これはもらったのよ。8万4000これ、これは何かというと、これよ。9月12日に、現金報酬の577.26ドルを8月分これね。8月分の請求して振り込まれたのよ。これはちゃんと。 で、さっきなんか10万以上、10万以下の話したんだけど、これ10万以下じゃん。だから、10万かなっていう。まあ、ただの俺の憶測に過ぎないけど、えー、もらったのよ。8万4217を。で、これはもらったのね。ただし、さっき36万つったじゃん。だから、残りの、まあまあいいや。ちょうど4000だから分かりやすいや。35万4000と8万4000でしょ。だから、27万よ。残りの27万なしにされてるのよ。運営に。 うん、で、ここ見てる分かるじゃん。もう分かりやすいじゃん。で、今、あ、そうだ。ここ、その後ね、あのー、その公認、公式クリエイターのディスコチャンネルから除名された後に、こっちは来たのよ、運営からで。その前に9月10日に仕事してくれませんっていうのは返事ないのよ。ないくせに、俺が仕事適当とかって言って、 ただすぐに俺を除名して、こんにちは、アンヌ。ン、ちょっと待って、あの、ちょっとムカつく言い方で、ムカつく、鼻につく、ちょっと喋り方で話す、話しえー、こんにちは、アンヌゥングリエイタープログラム、今何時 ?8 時か。 えー、こんにちは。アンドンクリエイタープログラム、ウアジェムです。この度、ゲーム内、ワールドチャット、ウェブ、SNS をおいて、初見様による、えー、ご情、両族に反した発言が、多数行われる件に関して連絡しました。9月11日に公式 SNS で、マナーとルールに関するお願いしたにもかかわらず、初見様が一個に、行いを改める形跡はなかったため、<laughs> なんでそ、なんな話 ?9 月12日に警告として、3日間の発言禁止処置を行いました。しかしながら、本日、ちょっと待って、鼻につく言い方むずいな。 えしかしながら本日、えー、本日、本日に引き続き、日本語が、ね、しかしな、がら本日に引き続き、様が SNS で他、他てかさ、SNS 関係ねえだろ、お前らに。お前ら、ゲームなの分かるよ。ゲームないわかるよ。ゲームが、お前ら、関係ねえじゃん。えー、しかしながら、本日に引き続き、様が SNS で,、えー、で、他で、たプレイヤーに対する、日々を中心を行っていたことを確認してねえわ。なんなら、俺の方がされてた、バカ。 公認クリエイターという公式実況者でありながら、えー、公序両俗に反した行為をよく理解していたため、利用ルールの違反及び、えー、公認クリエイターにふさわしないと判断し、めんどくせえ、鼻につく言い方普通に言うわ、えー。クリエイタープログラム及び公式実況者クリエイターディスコードサーバーから除名、追放する処置を取らせて、取らさせていただきました。うーん、もう俺わかりやすいね。あのー、もう使わない漢字を使うって、もう完全に中国人でしょ。 まあ、通訳いるかもしれないけど、中国人でしょう。なお、クリエイタープログラムにおいて得られた8月分の収益に関しては、9月15日より現金の引き出しができるようになっておりますので、さっきの8万4000円ね。これはもう引き出した、えー。お手続きをお願いいたします。また、9月15日までの9月分の収益に関しては、10月16日前後に支払う予定です。今、10月24日ですけど、支払われて、支払われておりません。 除去はすべて利用状況を確認した上で、運営チーム一同が決めた対応のため、異議の申し出は受け付けておりませんので、ご了承ください、えー。やり方が中国共産党ですあの。独裁です。この一文で分かるよね。異議の申し出は受け付けておりません。申し出の送り仮名、書けやもう。これでわ分かるよね。中国人が書いてる日本語って。まあ、うまいよ。 うまい方だよ。確かに。うまい方だけど、ボロは出てるのよ。で、それに対して、これがね、9月15日ね。9月15日の、9月15日のメッセージが昨日なのよ。だからこのスクショを撮ったのは、16日なのよ。多分ここら辺に日付が上ってるやつがあったはず。うーん。ある、あるけど、まあいいや。もうここで日付はわかるし。 で、このスクショ撮取ったのが9月16日ね。だから、昨日って表示されてるのは9月15日なのね。9月日でしょ15日でしょ昨日でしょこれも昨日でしょ銀行口座が未だに登録できませんがっスクショ送ったのよ。で、これも15日なのよ。で、15日時点での報酬は2187ドルあったのよ。で、16日に取ったスクショが無視してんのよ、こいつら。 無視してるから無視ですかってって、そのス,のスクションのやつが、報酬が2235ドルなの。だから、まあ少なくとも15日だよ。9月15日までは2187ドルの報酬あったのよ。あの、これは577.26の入ってるの。だから、ここはちょっと見づらいけど、9月分の本来の報酬って、ここにあるのね、1609.75かなだと思うよ。だね。うん、普通に今引き出したらわかる。 えっと、9月分の本来の報酬は1609.75なんだけど、それをなしにされてる。だから今、運営と、揉めてるっていうかね、メールのやり取りしてるだけなの。こいつら電話もねえからさ。で、で、これ1800ぐらいあるじゃんまあまあいいや。まあメール内で俺1800って言ってるんだけど、まあまあまあ1600でいいや。1600ぐらいの報酬を0にされたんですけど、つって言ったのよ。Twitter にも載持ってくるけど。 それ,そ,それに関しては、それは9月16日以降の報酬ですって言ってるのよ、こいつら。わかるここに証拠残ってんだよ。これは9月15日の、この昨日あるでしょ、さっき言ったように、昨日この昨日っていうのが9月15日ね。9月15日のスクショで1600ドルの報酬があるのに、その1800ドルの報酬は9月16日以降のものなので、あげませんよっていうのを言ってるのよ。そ <laughs> んなわけねえじゃん。 証拠残ってっつうので、しかも、ああ、これ日付ないなぁ。お腹めっちゃなってる。あ、あるわ。普通にあったわ。普通に日付上に乗ってるわ。いつ撮ったかって。乗ってる乗ってる。うん、乗ってる乗ってる。えっ、ー、と、ブロックされたのがね、なかなかさ、運営からブロックされることはあるみんな <laughs>。運営で、公式の運営のツイ,ツイッターからブロックされることあるツイッ ルームウェイにブロックされてるだよ。これでわかるよね。やましいことやってるって。うん。うん。これでわかりやすいねこれ、そうそう。これ16日のスクショでしょそうそうそう。これ9月16日にスクショしてるから、だからこれは今日でしょだから昨日はもう15日なのよ。だからもうこち9月15日で1600ドルの報酬あるの分かりきってんのに、うん、見せるわ。それに関して、 これちょっと、うっかりさんのメッセージが見れちゃうから、それはちょっとタッチしないように。タッチしないようにしよう。で、運営が何か言ってるっと、固定にしたのかこれだこれこ,れこれ。うん、これこれこれ。次だ。 あ,あ、これこれこれ。9月分の収益は15日まで支給可能でございます。1800ドルの収益は9月15日以降のものであり。嘘つけ。9月15日の時点で1600あったからね。で、それが全部9月15日以降の、だから収益の支給の対象外となっています、つってんの。こいつら言い逃れしてんのよ。あの、報酬払いたくねえから、つって。ね。 うん、っていうことよ、うん。で、まあみんなもね、運営の対応分かってるでしょ。いろいろやってるでしょ。バグ、放置、直したとしても無言で直して、えー、告知しない、謝罪なし。っていう運営ですよ、ここは。レベルインフィニットはそういう会社ですっていう情報はもらってました、以前から。あのー、希,望の希望のサバで。 まあ、クリエイターじゃないけど、遊んでた人ね。もう、俺と仲いい人なんだけど、言ってたのよ、以前から。レベルインフィニットはそういうことするから、クリエイター、俺はやんないっつって。やってもどうせ報酬もらえないからっ,って。まあまあ、その、その言葉の通りだね。うん。っていう感じですよ。ね。まあ、スクショ、あ、ここにあるわ。ここだって、左上あるでしょ、スクショした時間が、ほら。 9月20日の時点では2314。あんのに、はい、もう全部、ゼロにされました。全部消されました。これ、バインドされたユーザーももうなしにされてる。ほら、776だったのに、372にされてる。消されてるからね。うん。っていうことです。なので、このゲームは、えま俺がこの動画を出したことによって、 今やっているクリエイターたちは、もう、報酬ほぼないので、まあ申し訳ないけど、報酬も今後見込めないので、多分もうみんなやめます。で、クリエイターやってない人は、ゲーム続けるんだったら多分やるよね。だって俺が言ったのように、あの自分が課金した5%戻ってくるんだから、1万だとしても500円戻ってくるんだから、まあやった方がいいんじゃないみんな。だから、今やっているクリエイターは、もう、クリエイターとしては多分やんないです。 これ以上、ツイッターで情報出しても、動画で攻略動画出しても、もう見込めないです、あのー。クリエイターコードで収益を見込めないんですよね。見込めないんだよね。まあ、ちょっと口調を気をつけよう。なんで敬語,語で話さなきゃいけないんだ。で、ゲーム続ける、まあ、まあちょっとさっきと同じ話になるんですけど、ゲーム続ける人は自分がクリエイターになって、自分の課金の5%もらうよねっていう話。うん だから、俺的には、年内最終あり得るよ、全然。うん。まあ、年内最終しないとしても、来年以内。2024年には100%採集する。あのね、まるくんまあ、これ、これ別に話してもいいねまるまるくんが、めちゃめちゃ加減してるのはみ,みんな知ってるね。で、プリプリ子は、まるくんの彼女で、 ○○くんはプリプリ子の分も出してんだよ。だから、まあ、プリプリ子が辞めたら○○くんも辞めるし、○○くんが辞めたらプリプリ子も辞めると思うのよ。で、この2大課金ユーザー、いや○○くんとプリプリ子は悪い人じゃないのよ。あの封鎖エリアで戦ったことあるけど、なんか全然文句言わないのよ。戦ってもあの、殺してもね。も,うもちろん、俺も文句言わないタイプなのよ。 別に、封鎖霊ってもともと PVP エリアだからさ、もともと PVP ありきじゃんそれをなんか、殺されたやつって、なんか、ハイムから撃たれたってバカじゃねえのって思うんだけど、まあ、その話でいいや。でまあ、この二人は悪い人じゃないのよ。全然文句言わないし、平和バイオはついてるけどね。<laughs> 平和バイオでずっと回復されてるけど、この二人は悪い人じゃないから、俺は別にこの二人に対しては、あの、何の偏見もないよ。普通にいい人だと思う。だって、封鎖れでめちゃめちゃ殺されたとしても、何も文句言わないし、 1>, 1回だけに帰んのかよみたいなことを悪者で丸,丸くんが言ってたけど、それは別に全然あの批判でも何でもないから、別に何でも思ってないしで、この2人はまあ普通にいい人だ,だと思うんだよ。で、この2人がこのゲームやめたら、あの運営の収入が多分ね、めちゃめちゃ減ると思うのよ。だから、まあ、丸,丸くんとプリプリ子がやめたら、もう差しは見えてるよねっていう。 ただ、この二人がやってるうちは、まだ運営の収入。だって、運営どうせ別に何もやることないじゃん。あの、サーバー維持費とはもう大した額じゃないし、そもそも運営仕事してないしっていう。だから、まあ、課金ユーザー、重課金。アホの配課金もいるよ。あの、不死とかね、FU4 ね。あいつはただのクズ。煽ってきたくせに。その後はもう俺に正論を言われて、無駄んまり。うん。だから、まあ、 俺としては、俺は続けるよ。このゲームが死ぬまで、差しするまで見届けるけど、まあ、このゲームはもう、やるのはいいと思うよ。ゲーム自体は面白いけど、運命がクソなんだっけね。ゲーム自体は面白、今でも面白いと思ってるよ。うん。だから続けてるんだけど、もう課金は一切しない。1円たりとも持って出さない。だから俺からしたら、まあ、新規ユーザーは、この UNDAWN というクソゲーは、 ゲーム自体はいいけど、運営はクソ,クソ、ね、で、トータル的にクソゲームは、まあ、やんない方がいいと思うし、今やってる人も、遊ぶのはいいのよ。俺もだって遊んでるから。遊ぶのはいいんだと思うんだけど、課金しない方がいいよ。マジで。うん、このクソの運営に、他に座れるだけだし、何も仕事してない運営ね。うん、だからまあ、課金しない方がいいよっていう。で、俺がこの動画出すことによって、クリエイターさんみんなやめるでしょ。うん、あのー、 スルロさんもう多分やめると思うよ。スルロさんも多分報酬まあまあもらってると思うからね。うん。っていうことです。えー、8時12分。あ、もう1時間ぐらい喋ってるだよね。ちょうど1時間だよね。俺時間コントロールうまいな。多分7時14分から喋ってるから、もうほぼほぼあと数秒ぐらいで丸1時間かな。丸る1時間かな。いや、別に丸るくんもじったわけじゃないよ。<laughs> 文字ってないけど、まあ別に悪い人じゃないから別にあの、マジで偏見ないよ、丸く君に対しては。ただめちゃめちゃ確認してるなって思ってるだけ、うん。っていう話です。1時間も見てくれる人いるのかな、マジで。いないっしょ。まあ、1時間最後までスキップなしで見てくれた人はマジで感謝だよ。うん、この件をどう思うかは別として、まあながらでもいいから聞いてくれてた人はマジで感謝。 ありがとうございます。え、うん、っていう話ね。OK。じゃあ今日はここまで。